こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回はサブアカ無課金の PG6 野手サクセスですね、やっていきたいと思います。デッキの方は寺道、ジャギ、アマネ、鈴木、リンちゃん、そしてアミティというこの構成になっております。で、センマルとあとはマネキとカロリーバーを持ち込みしています。いきましょう。ということでですね、おそらく北斗高校のサブアカの最後の動画になるんじゃないかなと、まあ、しばらくねもう動画出ないと思うので、ぜひ皆さん目に焼き付けてっていただけたら嬉しいかなと。で、ついでに高評価とコメントいただけたらめちゃくちゃ嬉しいですということでやっていきます。で、まあ、リンちゃん入りの構成が、まあ、サバカの方はやはり噛み合うなっていうところと、まあ、彼女そもそもいないんで、シアンとかいろんな彼女いないので、まあ、こういう組み方になるんですけど、まあめちゃくちゃハマりました。ぜひ見ていっていただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、今も打撃のところをガツガツ上げながら、チャンスコツもアマネから早速もらえて、で、アミティは自己紹介くれば多分評価がいくような感じですね。多分一回休むかな。これ踏んだらだいぶ攻めてますけど、ね、休みましたね。で、アミティが自己紹介くればこれで評価足りるので、まあこういう感じで次光るんでしょうね。そんなにハマるってことは光るんでしょうね。すごい、いきなり光りました。で、残念ながら2人なので、まあ、やっぱりその、アマネも寺道も50ではないので、その、タック力自体はね、そんなにはないと思います。まあ、今の数字見ていただいて分かる通り、まあ、本若とはね、かなり運での差があるな、というふうには思いますね。ただ、それでも、人が重なれば関係ないので、まあ、そういうところを見ていただけたらいいかなと。まあ、北斗高校を敬遠されてる方も、まあ、ある程度のキャラでもやれるんだなっていうのが見えてくれば、まあね、やる気がね、上がるんじゃないのかなというふうに思うので、まあ、そのあたりが見ていただきたいポイントになるんじゃないかなというふうに思います。で、りっちゃんに関しては、まあ、こういう感じでね、練習終わった後にちょろっと回復してくれるのがすごく大きくて、まあ、これのちょろっとで、まあ、決戦の値が変わってくるので非常に大きいとは思います。これどうすんだろうね。メンタル踏むか。うん、鈴木の評価上げながらって感じですね。今のはリンちゃんが絆たまたま結べたからよかったんですけど、結べていればリンちゃんの絆イベントを進行させると思います。まあ今はいなかったんで、どっか他を開けるよりは、まあ鈴木の評価とメンタルで体力回復でいいかなっていう感じですね。で、ここも光りましたね。うん、まあまあまあ悪くはない、良くもないけど、光らないよりは100倍マシですから。あ、でもなんか序盤からめちゃくちゃタックハマったとかじゃないんですね。なんかもう死ぬほどバンバン来たのかなって思ったんですよね。で、これはさすがに、まあ守備に行かないと思いますけどね。性格的に遊ぶっすけどね、僕は。性格的に。で、一応ケンシロウ、いや、これ守備行くんだな。すごい。あ、残り2ターンでしたね。ごめんなさい。残り1ターンかと思ってた。残り2ターンだったらジャギー取って全然大丈夫ですね。で、アミティが走りました。体力回復もありがたいですね。で、勝負師取るしかないので、勝負師取ります。本来はね、ミートカーソルを A まで持ってって、ザギで一発で開けるみたいなことを、頭に、こう、描いていたと思うんですけど、まあ、アミティが走ったらさすがにしゃあないなって感じです。まあ、招き猫も併用しているので、さすがに走るなっていう感じで。走塁行くかな。どうでしょうね。打撃と走塁どっち行くんでしょうね。結構その個人的に走塁って上げにくいポイントなんですよ。なので打撃が一発開けできない時は今みたいに走塁の方に寄っている方が多いかなというふうに思います。まあミートカーソル A は結構流れでパーンってできるので、セクに超えたらもうほぼほぼなってないと、逆にもうどんだけサクセスの流れ悪いんだって感じになるんで、まあ今のところはってところですね。足爆弾を抱えました。本類生還。で、総力ブーストも入りました。骨関係も結構うまく入ってますね。で、下を選んで、盗塁骨をもらっておきます。で、ここうまく光って、4人タック入ってますね。強い。さすがに4人重なったら、カンストは、まあ、このデッキパワーでしないものの、まあ、非常に強いなっていう感じですよね。で、サバカと本アカでデッキパワー違うので、骨の取り方は当然変わってはくるんですけど、まあ、こんだけ大きいタックが入れば、じゃあ、敏捷系に関しては同じような取り方でいいかなっていう感じの動きをしています。なので、まあ、非常に難しいですよね。どこをこう取って、どこを取らないっていうのは。
なので、まあ、いつもね、本科でやってるときはバンバン潰しているんですけど、結構慎重にコツは選んでいるかなというところと、結局、敏将に関しては、思考の外野手でね、四股間取られるんで、まあ、そこも頭に入れながら運用していかないといけないなという感じですね。逆境入りました。コツ関係いいです。で、ここは体力回復を選んでおきます。そして、また光りました。しかもこれ4タックでめちゃくちゃ強いですね。で、当然ですが、こういうの言っています。当然ですが。こういうのを、4人タックはもうほぼ無条件で踏みに行かないと、まあ、ちょっと進行がね、こう、更新がかなり難しいので、まあ今のは踏んで成功させましたねと。なんで、どんだけうまくいってても、まあ当然 70% とかだったら休みますけど、おそらくね。で、ここ、元気になりたいが、めちゃくちゃ最高のタイミングで入りました。しかも、光っていると、3タックで。めちゃくちゃいい流れですね。やっぱいい流れなんだろう。そうじゃなきゃ作れないよね。強い。ありがとう。うん。これはさすがに敏将メドついたなって感じですね。僕の中でも。で、まあ、精神が、まあ、全然足りてないですが、まあ、さすがにね、精神あんだけ入ってきてるんで、まあ、いいかなっていう感じと、一層とか取ってますね。守備道も行くかな、これ。守備道はさすがにいかんか。あ、行きましたね。アマネが一応コツくれるんで待ってもいいかなっていうのと、まあ、チャンスメーカーとかの方を優先したんでしょうね、今の感じだと。多分まあ、敏将余るかなっていう感じの動きだと思います。メンタルもありだけどね。まあ、だでいいですね。行くんなら。練習踏むんならだ。まあ、遊んで先に討伐しちゃうのもありって感じですね。うん。めちゃくちゃもう、普通に、吹っ飛ばせそうですね、セクに全部。いや、さすがに吹っ飛ばした記憶ないけど、吹っ飛ばせそうまでは行った感じの記憶あるんだけどな。で、アーチスト入りました。で、しっかりとアミティも完成ですね。うん。すごいよね。肩連とか行けばよかったな。肩光ってたのか。まあ、敏将点はもういらないので、まあ、打撃が正解だと思いますが、肩連が一応ダブルタックになってましたね。で、ここはしっかりと体力を回復しておきましょう。まあ、40点より絶対体力の方が大事なので、この高校ではね。40点なんかもうパンって取れるんで。おー、いいっすね。ダブルタック。いや、トリプルタックだわ。ダブルタックぐらいの値に見えるけど、トリプルでしたね。そうか、まあ、やっぱデッキパワーはあるなとは思いますね、正直。まあ、だいぶ、左の数字がだいぶ寂しいですね。うん、ここも下でしっかりと窮地と、ポイントをもらっておきましょう。で、寺道あと1回ですね。で、あと1回、あと1回でいいから世紀末起きたら全部吹っ飛ばせるんですよねっていうところぐらいタックできてるんで、やっぱ順調だったんだなって思います。体力の最大値も博士で上げられているので、まあ、非常に順調な流れだと思います。メンタルいきましたね。お、あ、全部行ったんだじゃん。えぐ。それはえぐいわ。セクニ全打倒ですね。いや、強いわ。そりゃ強いわ。もうこれ以上のサクセスやっぱできんな。現状、野手、北斗高校、このアカウントでの最高のサクセスと言っていいでしょう。全部行きましたね。えぐいな。それはえぐいな。全打倒ボーナスも入るんで、まあ、非常に大きいですね。めちゃくちゃいい流れです。リンかジャギつけたい。リン行きましたね。ここはつかなかった。もう終わったかもしれないですね、もしかしたら。7621点出てます。で、まあ、当然ですが、ここはもう第一辺倒でいいかなっていう感じです。うん、もうそこ以外は正直必要ないですね。で、これ体力回復なのでかなりありがたいですね。まあ、リンちゃんはバレンタインの回復はしてくれないので。で、モブコがやる気を回復してくれたのも地味にめちゃくちゃでかいですと。で、ここは当然打撃をサクッと上げていく形にします。ダブルタック強かったっすね。まあ、アミティがやっぱ強いですね。一発逆転。からの寺道が当然成功しましたと。ありがとう。ただここは少しだったので何とも言えないのと、ここに絡んでくれればなーっていう感じですよね。
ここは踏んでいいですね。一応カロリーバー持ってきてるか覚えてないかもしれないんですけど、ここのプレイしてる僕が。ただまあカロリーバー使えばいいんで、もしタックが絡んだらね。うん、そして絡まない。ここはリンちゃん剥がしたいんで、さっさと精神に行くのがベストかなって感じしますね。筋力すごいね。うん、まあ、A まで上げれるのかな、これ。C 止めにしたかな。ああ、ここ休んでますね。ここはちょっと握手ですね、正直。リンちゃんを剥がしといた方が良かったかもしれないですね。ただまあ結果的に打撃が入ればいいんですけど、今は入ってないと。うん、これはもうメンタルいきそうですね。今は一発で開けられなかったんで、ゆべキャラがいなくて、まあそういう判断で一回引いたのかもしれませんね。今思えばね。そして、ジャギも成功してくれました。ありがとう。そして光っています。いや、気持ちいいですね。やっぱこういうサクセスをしたいなってすごい思います。常にね、こういうサクセスができればね、全く問題ないんですけど、戦士の更新もね。まあなかなかそんなわけにもいかないんで。うん、窮地レベル2になってます。ちょっともったいないです。うん、まあもうほぼほぼ特能は進んできているので、まあ強いなっていう感じはします。アウトフィルダーももう行きましたね。で、打撃がダブルタックですと。うん、続きがほんといいタイミングで回復入れてくれてますね。結構終盤で回復は入れてくれた方が、結構いろんな運用がしやすいっていうのと、ここ3タックが入ってますね。うん、ポイントバランスも徐々に整ってきました。で、敏捷に関してはもう目処ついているので、まあ、とにかく精神と筋力、技術、まあ、ここを集めていくだけで普通に勝てるなという感じで思ってました。で、ここも光ってくれてますね。1万点超えました。で、さらにここ3タックですね。で、まあ、技術と筋力はまあ毎回尖るんで、まあ、こんな感じにはなるんですけど、やっぱ精神がね、入り方がなかなかこう本垢と違うので、まあ、そこのね対応がまあなかなか難しいなというふうには思ってます。強い。まあとにかくアミティがどんだけ打撃絡んできてくれるかで精神の値は本当に運命の差で変わりますね。そしてまた光ってますね。ここでほぼカンスト入りましたね。4人タック。強い。これは強いわ。なるほどね。素晴らしいタック入ってますね。もうほぼ取り切ってますもんね、青骨、ここの時点で。そりゃまあ強いなって感じ。打球の実も直撮り行きましたね。強。ほぼ理想のサクセスしてますね。行きました。えぐい、えぐい。もうなんか、文句のつけようもないな、僕の中でやっぱ。ただ体力は今吸われましたね。一回休みですね。うん、ここはまあ優勢になってるんで普通に行っていいでしょう。あ、遊びましたね。やる気の回復。今はやる気の回復と、あとは体力の微回復を狙ったと思うんですけど、まあカロリーバーを多分覚えてないんでしょうね、この時点で。ハマりすぎてる時は大体忘れてしまうので、まあ、カロリーバーパッと使って、それから決戦行って正規マスタックがラスト一旦起きるかどうか、まあ、見る方が動きとしては良かったので、そこは皆さんぜひ真似しないようにしてください。で、1万3000点出てるので、まあ、素晴らしい立ち上がりですね。でも1万3000点しか出てないの、じゃあ攻めたのかな、めちゃくちゃ点出るのか、こっからどうなんだろう。まあ安牌で行くんなら肩、まあ肩行きましたね。安牌で行ってますね、ここは。まあ1万3000点ってなかなかサバカでは出ないので、まあここは普通にゆっくり確実に仕留めに行こうという感じのムーブをしていると思います。これ敏捷行くか精神行くかですけど、ああそう、敏捷行きました。レーザービーム、ここは下で精神でしょうね。でも光はしませんでしたと。ただリンちゃん拾えるのでかいですね。うん、ここでリンつけれれば打撃も一撃で開くんで、やっぱリン入りはこれがいいですよね。
はい、つかなかった。はい、つかなかった。そして、独身術が、ここも成功ですと。少しですが、まあ、成功してくれれば何だっていいです、正直。で、ここ3タックの走塁が入ってくれてますね。めちゃくちゃでかい。強っ。いや、これは強いですね、やっぱ。何回見てもいいなってなる、この策です。で、今は、まあ、ポイントをね、しっかりと振っていこうっていうのと、まあ、電光石火、盗塁はね、電光石火は取るかどうかわかんないですけど、盗塁骨はだいたい4になったら、まあ、普通にさばいていいんじゃないかなって思っていたりはします。あと、レーザービームとかはもう、この時点で取っていいですね。ポイントバランス的に。うん、初撃もいいね。まあ、精神は若干怖いかなって感じはありますけど、それがまあ、普通に足りてるなって感じします。普通にめちゃくちゃ強い。うん、今は舐めるように言ってますけど、レーザービームは多分取っていいですね。これ拾うんだったら。ああ、そういう判断をしましたね。察知しましたね。うん。で、これ、リにつくはずなので、さっきミスってるんで。で、確実につきました。初撃はレベル2になりましたね。筋力、精神、打撃。で、また光ってくれてますと。で、ここさすがに走塁のダブルとかは必要ないんで、まあ、打撃とかに行くんじゃないかなと思います。うん、もう取るもんが大体なくなってきましたね。若干技術へこんでますが、まあ、技術に関してはもうほぼ得の取ってるんで、まあ、そんなに怖くはないですね。まあ、打撃で、しっかりと人数を減らしに行きましたね。そして、走塁とメンタル光ってますと。まあ、メンタル3人の方でしょうね。精神今、若干怪しいですしね。あとはまあ体力回復と寺道のコツがあるのも、選ぶ選択肢としては大きいかなという感じがしますね。で、ここで超人合わせ入りました。で、まあリンついてるんで、まあさすがにもう打倒いくんじゃないかなと思います。うん、高速チャージもいけましたね。ポイントバランスもかなり素晴らしいですね。ささやきとかも取っていいし、まだこの時点で海岸を視野に入れてないっていうのは非常にこうベストなムーブができているんだなというふうに思います。これ時行くかもな。鈴木ありですね、全然。まあ安牌で行くなら普通に鈴木踏んでもいいと思う。うん、ここは行きました。やっぱカロリーバーの存在忘れてる。で、ここ輝かしいだったんで余裕の勝利です。で、残り2箇所になっていて、で、まあ、散々セイキマスタックは踏んでるんで、まあ、普通に1回触ってあげればいくなっていうのと、6月4週なんでね、まあ余裕で勝てるでしょうという感じになっていると思います。ああ、まあ筋力から触った方がいい。ああ、でもどうだろう。セイキマスタックのことを考えれば、まあ筋力からじゃなくてもいいけど、ここは筋力からいきそうですね。パワーヒッター取るかな、もう。結構迷ってますね。やっぱかなり慎重に動いてる感じはあります。満塁のとこ行きましたね。今はコツの厳選をしています。まあコツを潰して、まあ欲しいコツを狙えるようにしてますね。速攻とかも行ってますね。やっぱりそのポイントバランスを見ながら、まあどれ踏む、あれ踏むをしているという段階ですね。まあやるんならキャッチャーをつけてもいいですけどね、サブポジの。あ、行きましたね。ラッキーセブン行きましたね。あ、やめましたね。さすがに精神系はまだ怖いんじゃないかな。うん、かく乱とかはいいかもしれないけどね。うん、キャッチャーつけましたね。ちゃんと分かっていた。ちゃんと分かっていた。よかった。迷ってますね。世紀末コタックのことを考えれば守備。ただ、まあ、寺道、粘り打ちがまだコツとして残っていたかなというふうに思うので、あとは筋力いくと精神もね。一応稼げる練習場所にはなるので、まあ、筋力が今は正解かなというふうには思います。ああ、海岸行きました。さあ、一発目どうなる？敏捷を使った、精神使わなかった。
はい、ヒートアップですね。これもさすがに確定でしょう、強いんで。して、筋力いきました。うん、連打いいですね。粘り打ちもちゃんと入りました。骨関係がね、こうやってちゃんと入ってくるっていうのは素晴らしいと思います。で、まあ、行くとこないんで、さすがに守備踏むでしょう。で、あとは聖騎馬スタック待ってればいいんで、この残り3ターンでね。まあ、1回でも踏めれば勝ちだなっていう感じです。はい、左、完璧ですね。いやー、これは本当に自分の中で会心でしたね。会心のサクセスになったなって感じでした。もうこんな感じになってたんで、これもしかしたら、とんでもないとこまでいけるんじゃないかっていうのは、もうこの時点でひしひし感じてましたね。うん、素晴らしい。素晴らしすぎないか。うん、この時点で17000点出てますね。行きましょう。ということで勝てました。試合の方はもうすでに全カットしてやるので、結構サクサク皆さんに見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。うん、休みだね。もう本当に、なんでしょう、そのカロリーバーを使う、こう、ところが正直なかった感じはしますね。そして聖騎馬スタック走塁ですね。まあこれはさすがに踏むか、寺道行くか。寺道でもコツ残ってないでしょ。臨床でいいんじゃない？まあ、あとは、このデッキに何が足りなかったかっていうと、一応補給と総力が、PSR のね、ジャギとリンちゃんだと、106、106の構成を組めて、査定を伸ばしていけるので、そこだけがまあ、もったいなかったかなという感じはします。うん、普通に打撃の方に行きました、ね。まあ、それだけが結構心残りですね。特に敏捷点とかは余ったんで、最後。まあ、普通に、こう、もう、十分すぎるや入ってたんで、今も、タックをいかなかったですし、まあ、そういうとこが、まあやっぱデッキパワーは出るなという感じがしますね。うん、ただまあ、理論上ほぼほぼ最高値にはいったんじゃないかな。あ、通院しましたね。ここで足の爆弾も取ったんで、まあしっかりとね、リスクヘッジもしながら前に進めましたね。ソウル遺骨とか欲しいかな。取ってなければ。取ってなさそうだね。うん、アマネ行きましたね。さすがにここはもらえませんでしたが、まあ、普通に正しい判断だと思います。で、パワーヒッター試合のためにも行きましたね。一応、アミティが、まあ、くれるにはくれるんですけど、まあ、そんなに待ってらんないんで。ヒートアップ、うま。冷静ももうコツないんで、止水取っていいですね。で、見ると、やっぱり精神が、まあ、若干しんどいなっていう感じにはなってますね。なんで、また、海岸としては、筋力と技術、敏捷、まあ、この辺をベースにやっていくことにはなると思います。ただ、まあ、新アーチもあるんで、まあ、敏捷と筋力の値に関しては要検討ですね。うん、カロリーバー多分ここで気づきました、ね。まだ残ってんだ、これみたいな。で、ここは敏捷のタック行きました。うん。まあ、電光石火も普通にいけるね。パワーヒッター行ってないのか、結局。一応ギリギリまで待ってんのか。博覧とかは、まあもう本当に、敏捷はね、本当にもう使うとこないので、まあいいかなっていうところで。で、最後勝てました。さあ、最後の試合に行きましょう。まあ、アマネか、多分これジャギに行きましたね。キャッチャー丸もらってなかったと思うんで、まあ精神をね、ちょっとでもセーブしたいなってことで、まあ敏捷よりもう圧倒的に、精神ポイントが欲しいんで、まあこっちに行き、まあ残念ながらもらえませんでしたと。で、あとはまあどういう感じの海岸をしようかっていうところで、まあパワーヒット広角打法、電光石火は取るとして、まあ残るポイントをどういう感じで使うかっていうのを見ながら海岸していきます。まあこう考えると筋力敏捷200で技術100みたいな海岸がいいかなとは思いますが、まあここはあれですね、まあポイントが溢れないんで、まあ最後に特能を振ってからやればいいやっていう感じですね。結構まあ一番最後にするのが正直海岸はベストなので、まあ、そんなに焦んなくてもいいかなっていうところと、19900点出ました。で、100、200、200で使ってトリックスターをひらめいたんで、それは取りました。で、最終的には、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、そして、20段
行きましたと。で、5上限で思考の外周ですね。ちょっと最後の方早かったっすね。カットしすぎたかもしれない。はい。ということで、PG6 の4メモリまで行きました。あとはね、総力の上限と補給の上限さえついていれば、まあ、PG7 というところまでは来れたので、まあ、ほぼ会心のサクセスと言っていいでしょう。まあ、これ以上は多分、このサブアカでは、ちょっと厳しいのかなと。まあ、電光石火ひらめくぐらいしかもう、正直伸びしろは、なかったかなというふうには思います。まあ、過去最高のサクセスができたかなというふうに思いますね。なので、まあ、野手の方は、まあ、しばらくは休憩っていう感じになると思います。まあ、投手の方にまた、ちょっとずつ移っていけたらいいかな、なんていうふうに思います。で、なのでね、まあ、この動画を見て、ちょっとでもね、あ、俺も、ちょっとやれるかもしんねえっていう希望をね、持てる方がたくさん増えればいいな、というふうに思っております。まあ、そんなのを目指してね、サバカの方はずっと運営をしているので、で、ここで、今ちょっと SS7 にチームしてますけど、先発変えてるんで、まあ、どこまで行ったんだろうな、ってことで、チームの入れ替えをしています。まあ本当にこう、いろんな方にね、こう、なんだろう。まあ模範となるというか、まあ無課金でね、ゼロからやってもこんだけいけるんだぞみたいな、まあどれくらいいけるんだっていう検証込みでね、まあやっていたサブアカが PG9 ランクまでこの選手の誕生でできましたと。いうことで、なんとかね、あと1ランクで無課金 PF ランクまで到達できそうですと。いうところまで来ています。で、野手の方はまだまだ更新の余地が、まあ外野であれば当然伸ばせますし、で、他でもね、北東で組んでいるデッキはあるので、まあ一応こう、そこも睨みながら、まあゆっくり、でも投手の方かな、やっていこうかなというふうに思っているので、今後もこちらのアカウントを応援いただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。まあこの動画ね、ちょっとでも参考になったなって方は、ぜひ、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。かなり頑張ったので、自分の中でもね。はい。また次の動画でお会いいたしましょう。無課金の再生リストも作ってあるんで、ぜひそっちも見てください。さよなら。